第33期縦断戦ベスト16 B タク実況の小車翔です。解説は山田博之が務めます。山田プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは残すところ最終戦ですが、対局の準備が整ったようです。見てまいりましょう。第33期縦断戦ベスト16 B タク最終5回戦東杯の開始です。それでは最終戦開始ください。はい、笑ってもあと1回というところ、最終5回戦はトンチャに桜井、ナンチャに小野、シャーチャに前原、ペイチャに伊藤という並びで開始しています。4回戦は本当に紆余曲折いろいろありましたね。すごいアップダウンがありましたね。はい、間もなくトータルポイント出るかと思いますが、現状トータルトップは伊藤になりました。プラス 35.8 ポイント、続いて桜井がプラス 29.5 ポイント、続いて前原プラス 7.1 ポイント、そして離れて小野がマイナス 72.4 ポイントと、まあ、三つどもえのような形ですかね。まあそうですね、まあ、小野は9万点10万点のトップを取って、はい、っていう感じですからね。そうですね、まあ、100万2つぐらい必要、まあ、連チャンして補填していくパターンもありますが、はい、簡単に言えばそんな感じですね。さあ、そして当院局から、伊藤が動いています。難を仕掛けていますペイチャですが、難のポンから入っているドラはイーマン、2枚目の難だったんですかね、はい、もうすぐ手牌が移りますが、今は、バラドラのチャンスでですね、前原ので、はい、こちら、そしてさらにローピン落ち、これはピンズの本位置ですね、使っていきます。前原でチートイツのイシャンテンですね。そうですね、チートイドラドラ自敗が若干打ちづらいのもあるので、ローマンかチーマン、ローマンが1枚切れてるので、ローマンになりそうですね。なるほど。そして有効牌を引きます。こちらも手が進んでいく、二差しの三色が見える手牌、前原動いた、パーピンをポンしていく、一番動きやすい牌は動きやすい牌でしたが、はい、そしてこの仕掛けで白があんこになる糸サブローピン5200点の天牌です。どうなるか、ドラドラのチャンス手ではありますが、まだ少し時間がかかりそうな前原に対して伊藤は転敗している。サブローピン、はい、これちょっと桜井はきついですね。いいピン頑張りましたね。前原も手が進むか、そうですね、肩上がりの形には近づいていきましたね。トンがちょっと桜井打ちづらいですね。そうですね、打ちづらい、はい、2人に対して自敗が打ちづらいですよ ね。となるとやはりこの前原の仕掛けというか手牌は上がりがちょっときつそうには見えますが、どうなるか。さあ、ここで、あ、ローピンが小野から打たれましたね。はい、白本一5200の上がりです。まずは伊藤が上がってリードを広げる形。そうですね、伊藤にとっては大きい上がりですね、はい、一息ついた、まあ、5200点入ったことで5200点までは失点しても無失点点は持てるということになりますよね。伊藤さんくらいは浮いていればかなり有利ですからね。そうですよね。さあ、小野の番頭2局、ドラは三蔵です。もちろん前原との差もありますが、はい、伊藤の場合は桜井より得点が上ですと必ず2位以内に入れますからね。なのでだいぶ安心はできる。そうですね、まあ、まだまだ長いですけどね。そうですね、1回戦この最終戦は終わりを待つ人間としては
長く感じるし、ああそうです、ね、追いかける側としては短く感じるという、短いですよねこういう時ね。うん、本当不思議な時間の感覚なんですけどね。あと3曲しかないとかね。はい、ギリギリで競ってる時はまだ3曲もあるとかも思うこともあるし、本当に面白いんですけど、そのあたりがアロは手なりに打っていきましたね。はい、まあ、実際桜井と 22.4 ポイント差、そんなに遠くもない、はい、まあ、4000オール1回ぐらいの差ですか ね、 そうですね、簡単に言えば、はい、4000オールだと16ポイント変わって、あと着順ですよね、はい、着順の馬が入りますので、物は伊達飲み込める手配になっています。糸をローソーを引いて断面変化、ここはウーマンから切っていく形を決めていきます。手配が進む、チーマンを切っていきます。さあウーソーを引いてイシャンテン、まあ、小野はもう点差がこんだけ開いているとは言っても一つ一つ上がっていくしかないですね。まあそうですね、親は特に他の小型の時は伊達を狙ってもいいですけど、親はまあ自然にね連チャンしていくことが大事なんじゃないですかね、はい、うん、さあチーマンで桜井が止まる、ここは血を入れていきます。本一に向かってうそうそと払っていった桜井、前腹は拍を重ねます。何を切っていくか、お拍はつもぎり一枚切れの拍でしたが、さあここで桜井はトンをポン、伊藤もテンパイしたんですね。今ウッパスを待ち、ね、はい、でピンフ、ね、ドライチのテンパイ、闇天に構えています伊藤。白というのは、ああ積もった、ここはウソつもぎりとなり、ああ積もったな、つもぎりじゃないすみません、ウソつもとなりました。積もピンフドライチ700点300の上がり、うん、伊藤にいいようにゲームが進行している2局というふうになりましたね。ね、はい、うん、とりあえずは今のところ前原桜井の戦いといったところになりそうですね。うん、そうですね。さあトン3局、親は前原に変わります。さあ前原追いかける立場で迎えた親番、ドラワローマンです。うん、大事な親番ですね。大事な親番です。ハイパイはどうか、厳しい、厳しい使いが多い、厳しい、九州ありますか、これは九州ありそう、パッと見、うん、5枚残りならそうですね、かぶってないですね、九州あります、はい、ここはそうですね、九州9杯で龍局を選択します。おお、相当整ってますね、太陽の方、あこちらも、あこれはすごいいい手でしたですね。まあみんな、まあ、これはちょっと、うん、まあ、まあ、そうですね、そうですね、スナンコとか狙えたねみたいな手でしたね。ただ九州会ってくれたという大きいですよね。もちろん本人には相手の手は見えてませんが、うん、カメラで映してますけどね、うん、はい、まあ、大抵いいことは多いですけど、ね、誰か一人はね、うん、まあ、特に桜井、一番ライバルの桜井プロが良かったので、そうですね、ちょっと桜井はこの九州球杯かなり感触悪い、嫌な感じですね、嫌な感じですよね。えっていう、しょうがないですからね、うん、さあ仕切り直しの一本場、
ドラは急走です。ハクが統一、先ほどのハイペンに比べればだいぶいい。いや、負けない。まあ、今回も決して良くないですが、そうですね。はい、ドランコの伊藤。すごいですね、これは。二、はい、メンツドラ。調子の良さが、ハイに反映されているかのようなハイパイです。そうですね。さあ、伊藤はドラアンコだけじゃなく他にもメンツができていて、アンメンタズも2つあると、はい、いやはやお前原もそうですね、スーピン引いて形が良くなります。ここは苦しいですね。そうですね、さっきのハイパイと比べるとだいぶ落ちてしまいましたが、これでイーシャンテンですね。はい、ちゃんとができた。そうですね、カンチャンで雨のイーシャンテン。ここで前原が仕掛けていく。白をポンします。これで前原イーシャンテン、うん、桜井が白から打ったんですね。そうですね、うん、確かに意外な選択でしたね。そうですね、手配はまだちょっと整いきれてないようなところでしたけど、うん、まあ結果的には一番泣かれたくない相手に泣かれたというような感じになりましたけどね、うん、そうですね。ただ関連ピン、あ、関連ピン全然関係なかった、はい、欲しかったのは伊藤でしたね。はい、うん、ここは初を合わせていく桜井、うん、斧が鳴かなかったですね。そうですね、まあ、小型で打点のある上がりを作りたいという意識が。ここで天敗伊藤、リーチ打ちやすいですか、うん、親の前原仕掛けてますからね、うん、そうですね、完全ピンでリーチ打っていきます。自分がドランコですと、まあまあ、ダブトンとかあると高いケースがありますが、はい、まあに高くて2球なり3球ぐらいと思うとリーチ打ちやすいですね。そうですね、的に実際状況的にも絶対親は流せない相手なので、うん、打点はそこまでない可能性も十分ある仕掛けだと。そうですね、これでねドラ持ってないと怖いんですけどね、相手がドラアンコだったらと思うことがあるんですが、もうこれ桜井のところにいたらね、はい、頑張ってっていう感じですね。うん、やっぱりねライバルの親をいかに流していくかっていうのがね。そうですね、何点差があっても怖いですからね、はい、親がある以上。いや本当に何があるか最後までわからないですからね、実際、はい、そういう経験も誰しもあると思いますし、ましてや桜井は去年の10代になりますし。そうですね、オーラスに国試で逆転されるというね、はい、ジャンピンが1枚ここに行きました。これで残り枚数は1枚。ウーピン、これでジャンピンが筋になった。イーピンが場に3枚切れていて、ジャンピンはちょっと切りやすい。ちょっと危ないですね桜井、はい、おっと、ああ出てしまった、うん、これはリーチドラさん8300、前原からするとちょっと嬉しい結果でしょうか。そうですね、E ピンの3枚を見てワンチャンスだと思うのか、はい、2巡目に打たれた9ピンを見てパーピンの方が、そうですね、パーピンの方が、はい、本人も悩んだ感じ、ね、うん、ありましたよね。それで悪い方を切ってしまった。まあパーピンの方がいい気がしますけどね、自分は。相手の意思が入っている方が。はい。まあ、3色も上はなさそうでしたしね。そうですね。
しかし結果としては宝珠8300点痛い宝珠となってしまいました。もともとの前原と桜井の点差は 22.4 ポイントそうですね、ですね、今 8.3 ポイント差ですね、に順位点、はい、前原がちょっとでも浮くとですかね、 8.3 でずっと、順位点でも2000点上がると並びぐらいですか。そうですね、今現状は7.1ポイント差、そうですね、ですが前原が浮くと一気に縮まるという、はい、これはちょっと分からなくなってきましたね。いや分からないですね、正直。して今の曲を生んだというところも考えると、九州で流したということも流せたというかね、流せたということもちょっとな、結果的には大きいような感じになってきましたけども、まあ、伊藤にとってはだいぶ楽な展開ですよ ね、 そうですね、まあ、この8000は上がったことで、はい、そうそう沈まないですからね、はい、前原いいシャンテンですか。そうですね、桜井はいつドラドラのいいシャンテン、はい、仕掛けましたね、動いていきます。伊藤の親番ドラは数万、桜井はドラドラのチャンスで転廃はしましたね。ヘンチーピの役なしじゃないですか。そうです、うん、あ、してないですね、はい、いいチャンテンです、桜井はいいチャンテンです、はい、シャーと数万のシャンポンの部分が残ってますね、はい、さあ伊藤が転廃すっちーそう、桜井がウピ持ってきて、そうですね、うん、ピンってチートイツベクミのいいシャンテンですね、はい、一色点にはいかなかったと。さあ伊藤が風装をポンしてテンパイからの、トイトイ変化、三蔵とローソーのシャンポン待ち。その三蔵とローソーは風装自身がポンした牌のまたぎの筋になっているので出やすいという、まあ、使いづらいですね、はい、ああこれ三蔵ですね、前原三蔵どうする、出てしまう、これは伊藤への宝珠、単野をといとい5800点、うん、順番に一人ずつそうですね、うん、強い、これで今度は桜井が嬉しい結果、そうですね、なりました、うん、もつれています、この最終戦。さらに伊藤の親番が続く、上がるほどに盤石になっていく勝ち上がり、ドラはいいピンです。また親の伊藤は後輩牌に見えましたが、前良かったですね、こちらですね、ウーピンが4枚ありますね本当だ、なんか気持ち悪いですねそうですね、まあ、これ立てみたいですね、スランコ決めたいですよね、はい、くらいは乾燥を引き入れます、白を切っていく、前原も少し時間がかかりそうな手配、伊藤の手は整っていく、このは縦を見たい手配、追いかける立場、ドラのいいピンを引きます、桜井チャンス手になってくる、伸びてきましたね、はい、ジャンズを引いてシャーのドイツ切っていく、
苦しいですね、進まない。そうですね、チーソー引いてチーマキリ、うまく受けましたか。そうですね、手広さはとっても良さそうな曲でしたけどね。そうですね、うん、まあ伊藤が攻めてきてるというのはありますが、はい、この状況一つの上がりがかなり大きく有利に運ぶような状況になってますので。そうですね、これチーマンマリ引いた時痛いですよね。そうですよね、瞬間イシャンテンですが、もちろんこのままでも変化はあるんですけどね。うん、まあ、ただそれよりも今安全牌を持つことで、はい、高い手を補充しない方が大事と、うん、これで十分形になりましたか。そうですね、形はこれで安装ですよね、うん、はい、そうです、安装は、うん、これでサブローソーとイースーピンという断面断面のイシャンテになりました桜井。ウーマンを積もって手が進みます。ゴロチの3色が見えるイーシャンテン、見えるというか3色のイーシャンテンですね。さあ前原が動いていきます。初を仕掛けてまだ時間はかかりそうですが、うん、本数ですか。ドラのいいピン縦に重ねていきます。前原ここでピン図を積もって想像を切っていく。伊藤は単葉三色のイシャンテン、桜井もピンフのイシャンテンです。お前はこれでイシャンテン、はい、手が伸びています。お仕掛けましたね。ここで伊藤を仕掛けてきましたね、貫禄ピンの単葉三色。さあ前原も天杯3ピン数ピンのシャンポン待ち。さあ2フーロ前原に入ったところ。そうですね、白が1枚切れでは前原の風ですね、両方やりました。はい、1枚ならまだしも2枚は切っていくって格好、切っていく状況ではないというような感じでしょうか。ここでローピンを持ってきて貫禄ピンにするとないんです。ここに4枚あるんですよね。ただローピンは報酬でしたもんね。そうですよね、だから報酬しない方ですから、まあ、その代わり伊藤も空手になりますね。そうですね、うん、前原は変化ありますからね。そうですね、まだただ9ピンはないんですよね。うん、あドラのいいピン、いいピンは打ちやすいですか。はい、親の仕掛けに対しては。さあここで斧勝ちトイドラドラの天敗リャンピン短期、ただリャンピンは桜井があんこにした牌です。斧も始末変えないでしょうね。そうですね、リャンピンが通ってないですもんね。はい、誰にも桜井もリャンピンを受けることはないでしょうし、このままですか。全員空転と。ただ桜一人の手は痛いですね。痛いですよね。まあ致し方ないですけどね。はい、ここで流局となります。桜井以外の3名、伊藤、小野、前原の3人転敗で流局です。このトンバの伊藤の親番がなかなか終わらない。終わらないですね。はい、前原はだいたい受けばまくれるぐらいですね。そうですね、5-2ぐらいですか。さあトン四局、次が日本馬ですね。ドラはイーソー、桜の手が早も積もっている。
前原は初は遠いてですが少し、うん、ちょっと重いですね。ですね。伊藤もまた速そうな手、はい。今日伊藤と桜井で何回親やってるんですか、ね、本当そうですね。うん、他の2人は全然連チャンできないですもんね、はい、他の2人の親の倍以上ぐらいやってる、倍以上やってますね、やってるんじゃないかっていう、うんうん、ところですけど、前原ソーズでメンツができます。何を切っていく、伊藤も手が進んでいきます。いいチャン点ですね、はい、早いですね。また親の連チャンとなるのか、桜井も早い手、はい、あ、そうですね、土頃の三色いいチャン点、小野は面本地のような手配ですね。伊藤ここは嫌ったところ、ドラを重ねて、これでチートでドラドラマックス2アンコウという手配になっています。とにかく小野は打点が欲しい。まあそうですね、マンガンとかよりも役満が見えるんだと役満を狙っていきたいですね。そうですよね。シゴロやボロッチ、シゴロの三色見えてきましたね、はいはい、うん、桜有効牌はなかなか引けません。三品がアンコになった、アンコになりましたか、はい、仕掛けても羽根マンぐらいはありますからね。そうですね。で前原数万を積もって三色が見えてきた。ドラのイーソーを切っていきます。ローマン、伊藤もいいシャンテンのまま、そうですね、動かないですね。パーピーの2両家ですね。さあ桜井がテンパイ、カウマンの役なしテンパイになります。ウーマン切られる、伊藤は9万つもぎり、桜井どうか、まあ、タンヤオヤ三色やピンフの変化いくらでもありますね。そうですね、まあ、リーチは打ちづらいですね、はい、ピン、うん、ここは手広く厚く構えます。これ小野数アンコを目指してますけど、2枚目のイーソーが出た時なんかはどうしますかね。泣いてもいいと思いますけど、はい、まあ、1枚目のイーソーから泣くのも別におかしくないんじゃないですかね。まあ数アンコが見えてるから難しいですか。そうですね、うん、東ヶ闇店、はい、同転敗しました。うん、パピ町で転敗しています。おっと、イーソーあんこにしてイーシャンテン、トンとパーピンとチュン、2枚目も泣かず、チュン2枚目でしたね。あ、2枚目でしたけど泣かなかったですね、うん、まあこの順目と難しいところですけどね、はい、トンも出る、パーピンは1枚切れ、そして1枚は桜井が持っている、なので実質
上がりはもうこのままだとなさそうですね。ないですね。はい、まあ役満の可能性があったといえばありましたからね。順目が深かったから泣くのも全然ありかなという感じでしたけどね。はい、前原最後のツモ番でした。ここで転敗できずと、どうはウッパーピン転敗のままで、アリマでは数と、はい、ここは伊藤と桜井は2人転敗で D 局となります。さらに伊藤の親のレンちゃんが続きます。トン4局3ボンバとなります。親のレンちゃんです。まあ最終戦条件がいろいろありますんで、こういう展開にはなりやすい部分もありますかね。そうですね、まあ親があるから、はい、まだ自然に打つっていう考え方の人の方が多いですけどね。まあ100ポイント差ありますからね、はい、役満のチャンス、役満が狙える曲ってそうそうないですからね、はい、まあ、一応スワンコのインシャンテンでしたから難しいところでしたね、はい、ドラがアンコじゃなかったらね絶対仕掛けないっていう話になりますからね。ドランコでファンパイもあったんで、積もって倍満まである本店はとっても良かったかなっていう役満の半分ですけどね、はい、さあドラは何、こちら前原の手牌、今回はちょっと上がりはかなり遠そうな、そうですね、はい、なると3人はチャンスですね、はい、まあ、前原と桜井どちらがこのタイミングで手が入っているかですけどね。うん、桜井の方が良さそうでしたか。そうですね、桜井の方が2つメンツが手の中でできていて、これでイシャンテン、ちょっと重いですね前原は。うん、そうですね、9万つもぎり。伊藤この曲はもう、そうですね、には向かってない感じですね。ちょっと点数の表示が、桜井の点数が間違ってますね、 19.5、 はい、今訂正されました。進まないですね。そうですね。桜井もイシャンテンまでは来てますが、形はあまり良くありません。この先ほどの曲を見た感じでもかなり打点を求めにいっている打ち方をしていますので、サクッと上がらなそうですよね。単葉含みになりましたから、ね、ローマン引きは単葉なので、やはりローピンがアンコになります。伊藤は初を重ねる。ああ、9ピンが9ピン切ったらまあきついね。このウーマンつもぎり、ちょっとこの曲は全体的に重たいんで、上がり自体がだいぶ遠い雰囲気はあります。はい、イーシャンテンは桜井ですが、一応テンパイですか。あ、これテンパイですね。
上がりまではねトンがもうないんで厳しいですかね、はい、トンもローピンもないんで、うん、前原イーソーをあんこにします。ただもう順目はだいぶ深くなってきていますが、ここは嘘を切り、カンウーピンに受け替えをします。ここで前原イーソーをアンカン、ピンチャンハイはスーピン、ここで伊藤が動いていくペイをポンします。2枚目のペイでしたね。これで伊藤いいシャンテンですね。そうですね、まあ、覇王はなかなか出ないですけどね。うーん、ウーピンですかこれ。ウーピン、青と難が浮いてますね。2万数万ですか。はい、まあ、伊藤が動いたことでこれはもう前原はここから前には出ないっていう感じですかね。そうですね、青と難が浮いてて放銃すると手痛いですからね、はい、もちろんテンパイ量欲しかったですが上がりはちょっと厳しそうですし、うん、あ、積もりましたね。桜井が積も上がりとなりました。はい、積ものみですね、300、500は6800、こういう上がりも結構大きいんじゃないですか。大きいですね、はい、うん、さあ、長かったトンバが終わりました。難入となります。まあ今日の感覚からすると割とこれぐらいが普通ですね。いや、そうですね、はい、さあ難一局、親は桜井、ドラは何です。さあこの親番順がドイツペイから切っていきます。イーマンから切っていく、このそして前原難がドイツ、ドラの難がドイツで入っています。チャンスですね、チャンスですね。前原も案外積もると2着ラス、浮きの2着ラスになるので、うん、ほぼ並びになりますね、はい。早いですね。早いね。まあね、伊藤はかなり余裕がありますけど、はい、やっぱり曲を進めていくことが大事ですよね。そうですね、何があるかわからないですから、上がれるんであれば上がっていくことは大事ですよね。はい、シャンポンが残るとどうするか難しいですね。そうですね、両面が残ればリーチ打つでしょうけどね、はい、うん、さあ桜井もここで一歩前進、馬を積もってメンツが完成します。前原パースをワンコにする、ジャンピン、ジャンピン、手広く受けるならば残す、はい、残していきます。3ピンの受け入れを残します。ドラのチャンス手なんですが、まあ、なかなか石がここにいっぱいあるんですね。そうですね、厳しいんですね。キューピンが帰ってきた形、ただもう
F ピンですか。はい、手広く受けましたね。ドラの何ですか。はい、これは切りづらいですね。そうですね。桜井マンズが伸びる。ただドラはもう切らないぐらいの。切らないですかね。どうだろう。これでイーシャンテンですが、イースピンに固定すると相当いいスピンがないんですね。そうですね。実際いいピンが1枚しかないのかな。ここは3万を切っていく。ポンテンも取るということですかね。うん。桜井も手が進んできた。これで6、9万も薄い。難しい。9万3枚切れ、はい、イースピン、イーピンも3枚切れなんですね、はい、どれも薄い。おお、チードイズのイーシャンテンでもあったんですが、ここはもうこれポンするっていうことですよね、うん、はい、前原が動いて、ここはテンパイパーマントナンのシャンポン待ち、ナンの肩上がりです。まあナンは打たないですね、動きが入ると。はい、トラック。そして今サンマとローマが入れ替わったことで、桜井もチータイツのイーシャンテンになりました。ただナンは1枚山に残ってますからわからないです。積もる可能性もありますね。はい、まあ、逆に桜井がないんでね、チャンス、ね、大チャンスになる可能性もありますね、はい。いいシャンテンにしますね。さあ前原まだ山に1枚残っています。ここに来ました。ここに来ましたね。これは打たないでしょう。うん、ソーズですね。親の桜井の現物を打ちましたね。はい、桜井はもうこれでリアンシャンテンに戻しています。そうですね、向かってくる人はいないので一人テンパイはほぼ確定していますが、パーマンももうないですし、そうですね、もう10匹を待つばかりというところですね。ここで、ダンドを切ってこれで10局となります。テンパイは前原1人、1人テンパイでの10局です。まあ上がりまではいけませんでしたが、だけど判断面白かったですね。そうですね、両面に固定しない、はい、でもシャンポンでいつでもポンテンが取れる形と、はい、そしてこの1人テンパイも何気に大きい、まあ大きいことは大きいですね。差は4000点縮まりますからね、はい、あ、縮まりますね、判定ますね、はい。さあ最後の親番、桜井にとっては斧をまくるのはすごい簡単ですからね。はい、おそらくあまり加点してこない、まあ、この親だけは頑張るかもしれないですが、はい、親が落ちれば、うん、ドラはウーソーです。まあ、この点差だと一つの着順がかなり大きくなってきますからね。まあけど2着3着で浮き沈みでも14400点、はい、
の差をつけないといけないんですよね。14,400点、現状は4900点か、はい、1万点ぐらい詰めないといけない。小型で漫画も積もるぐらいですね。26オールを積もるぐらい親だと、まあ、現状はトップ2着ラスですけどね、はい、桜井が。はい、原の手配、伊藤の手配がやっぱりいいですね。そうですね、早そうな手配です。単品系桜井もペイを重ねました。はい、ペイ茶でペイを重ねています。あんまり上がりにいかなかったですね。うそうですね、まあ、確かに初めてこういう舞台でっていうと、はい、どうしていいかよくわからなかったのかもしれないですね。まあ、可能性がある以上ね、ファンの人も見てるので、はい、今この親が延々と続くかもしれないですからね、上がりに行って全然構わない曲だと思いますが、はい、まあ、ここはまだ単位落ち1の2射点ではありますんで上がりに行ってるかもしれないですね。転廃、はい、すれば転廃取るでしょうし、うん、分かりやすくそういう打つんであればリーチ打った方がいいですよね。うん、でいいシャンテン、いいピンがないんですね。さあ、ここでパーピンを切っていく。パーピンは4枚目。前原もチート1の手配。伊藤はいいシャンテン。桜井もいいシャンテン。ああ、テンパイ。おお、ドラの嘘を引いて前原テンパイ。ここはリーチを打っていきます。チュンは場に2枚切れている地獄待ち。地獄待ち、これは出る可能性がありますね。白タンキヤミ店だと桜井打ってた可能性ありましたね。そうですね、まあ、結果論ですけどね。はい、どうなるか、チュン積もれるか。チュン積もられると相当きつい。天敗、天敗、白闇点だとですけど、あこの難はそうですか、桜井への補充となります。まあ安全牌がなかったですかね。まあこれはちょっと降りなきゃいけない曲でしたかね。何がしたいかっていうことですからね。迷惑かけないように打つっていうのは、前原の現物で、前原の現物なんで補充するのはしょうがないですけど、チョンパイのなんでしたからね。はい、桜井が転廃したところ難が出て2600から2900の上がりとなりました。前原はチュンの地獄短期でチートドラドラリーチを打って勝負かけたところでしたが、結果は桜井が上がったという結果になりました。そして前原の親番難3局ドラは飛んです。しかし前原チャンスで、そうですね、くらいはもうこの親を落とせるかどうかですよね、はい、このまま落とすと前原に跳ねつもぐらいの条件になりますかね。オーラスは前原掃除は伸びています。とりあえずは自敗ですか。スピードも大事な曲ですもんね、はい、自分はすぐこういう曲本一いっちゃうんですけど、それだと相手に分かりやすいですもんね、はい、相手遅くなってしまうことも多いし。そうですね、まあ、先ほどの桜井の上がりで、現状ラスこの最終5回戦のラスが斧になったことで条件もまた
そうですね、はい、変わってきましたね。まあ、現状前原は直撃がほとんどないということを考えれば、自分が浮きの2着になった時に伊藤が沈みの3、あ、伊藤じゃない、桜井が沈みの3着ですから、はい、馬が8ポイントですね、はい、差をつけれて、はい、今 22.4 差ですから、ね、14,400点差をつけないといけな いけない、自分が浮いて14,400点14,400点っていうことですね。だから羽つもぐらいっていう話だったんですよね。まあ、この親で加点していけば、まあ、もうどん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 それが近くなっていく、はい、なっていくと、はい、っていうことですね。なので桜井はもうこの曲打点よりも早く終わらしたいですよね。伊藤はイーピンを引きます。桜井、おお、これ関数マンの打席になってきた。面白いですね。リーチ打たない前提ですよね、桜井は。おそらく、はい、タイプ的にもあんまりこういう手でリーチ打たなそうですから、はい、となると役割のインシャンテに受ける手もありましたけどね。うん、ピンフ、そうですね、関数マン残すと数万から埋まればですけど、まあ、こちらから一通ピンフ一通みたいになるケースもありますからね。そうですね、どちらダイレクトに役割を求めるか、はい、2手かかる一通にするのかみたいなところですけど、はい、さあ、まずはね、もうこうなってくると、まあ、桜井に上がられ、桜井もいいシャンテンですよね。そうですね、上がられる可能性もありますが、前原まず転敗しないと。そうなんですよね、次いけないですからね。結構きつい。はい、現状は前原いいシャンテンですが、決して楽な形ではないいいシャンテンです。ローマンは2枚か。小野は、まあ、降りるならもう抜いてね、メンツ抜い、はい、あんま手組む意味がないですから、ね、天敗。これを引いてしまうと欲も出ますよね。順目との兼ね合いですが、難しい。いやけどもリーチ打った方が良さそうですけどね。打想図の受け入れはイーソを外しても相当いい。あ、イーソ切っていた。イーソ切ましたね。もうそれじゃあまあ足りないということですか、この手。打点を作るチャンス、まあ、6000オールまでありますからね、はい、6000オール引くと逆にだいぶ有利になりますね、はい、ただ最悪のケースはこのまま転敗できない、脳天で終わる可能性がありますね。パーピンもないけば転敗の範囲ですが、さすがにここはやはり泣きません。トラをあんこにした。リーチに行く。老朽走でここは勝負決めに行くリーチ。勝負どころ来ましたね。はい、これは面白くなってきた。前原はただ前原のウッパーピンがこれが7枚目ですか。もうそうですね。相当厳しいですね。ウッパーピン引ければ面白いですけど。まあいいそうですか。そうですね、どうするか。桜井は老朽走待ち、リーチドラさん、前原はここはパーマンつもぎり、老朽走山に3枚、これですね。あ、ここに1枚休走が来る。あ、山2枚ですね、あと休走が1枚、はい、前原は一度転敗したところ、転敗外しをしてまだ転敗していないところですね。そうですね、リーチが入ってている。転敗できるのか。うーん、逃しましたね。イースを切っていればというところでしたが、転敗すらできないとかなりきつくなってきます。そうですね、ソーズチーソーはチーできる可能性はありますけどね、はい、現物ですから。うわー、あー、
難しいけどパーマンですか、まあ、地位できる形にはした方がいいですからね。うん、何が地位できる可能性があるか、パーマンになりますかね。そうすると、うん、そうですね、まだ山には急走が1枚残っています。転廃なかなかできない。残り積もは前原あと1回。とりあえず6急走は積もれなかったと。なかった。あ、ウッピンここに来ましたね。あ、そうですね。あ、転廃した。転廃した。さすがですね。すごい最後のつもりで。いや、すごいですね。なんとか天敗しぶとさを見せる前原。もうダメかと思いましたけどね。思いましたけどね。まあまあまあ、これが終わってもまだ条件は残ってましたからね。はい、ただここは親番をつないでくる。うん、さあ親の連チャンとなりました前原一本馬。桜井は決めに行くリーチでしたが、ロー急走はローソーはもうなくて急走2枚でしたが、1枚伊藤の手に行っただけ、もう1枚はワンパイだったと。その1枚が前原が掴んでいても親番は少なくとも終わっていた。そうですね。そういう曲でしたから、うん、まあ、桜井も思い切ってね、はい、リーチ打ちましたからね。うん、しかも選択間違いなかったですか。そうですね。うん、トーンをあんこにしてリーチでしたからね。そうでしたね。さあドラはローマン、見応えのある試合、まだ最後まで目が離せません。前原は後継ですね。そうですね、繋いだ親番、次に繋げていきたい。伊藤に順が統一、桜井に難が統一、はい、2人とも割とさばきに来る局面ではありますよね。そうですね、親を落としたいですからね。3色のイシャンテン、はい、すごい、ね、自敗4枚切っただけですけどね。そうね、うん、ここに来てチャンス手が入っている前原です。9ピンアンコー、これはそうですか、そうですか、手広くしてきますね。最悪3色じゃなくてもそうですね、もうリーチもあるでしょうね。うん、ウーマンチーマンの重なり、はい、ローピンチーピンの重なりでもリーチありますか。ドラソナモノリーチ、はい、待ち、これは数万、ここで選択、3色の目を残すか、もただ3万が場に3枚切れているんですね。あ、なるほど、数万打ちやすいですね。そうですね、はい、はい、数万切っていきます。それでの選択でしたね。なるほど、これさすがに3万が場に切れてなくて数万切ったらすごいなと思ってたんですが、そうですね、前原さんクラスはローマン積もれるのかなとか、うん、よくカンチャ積もりますから ね、 そうですね、本当に。さあどうか、ウーピン、ウーピンリッチでしょうね。未転にして出る牌ではないので、はい、決めに行きそうな気がしますけど、はい、リッチを打っていく。わずか7巡目、リーチ3色ドラ1、うん、打点は10分のリーチをここで入れてきた前原。そうですね、積もられると桜井にとってはそうですね、どうなんですか、分かりません、分かりません山には3枚残ってますね。はい、3枚も残っている、はい、ま、3枚も残ってます。とりあえず桜井は向かうかもしれないですよね。うん、もちろん降りるのも賢明ですが、はい、おー、イシャンテン押しましたね。イシャンテン急走、ワンチャンスとはいえ押していきます。かなり
見応えのある局面、ね、どうなるか。ここが勝負の分かれ目となるようなそんな局。さあチーピンを積もって天敗どうする。いや難しい、怖いね。決めに行く、ローピンを切っておかけリーチ。さあどうなる。これは勝負ですね。スッチーマン対カンローマン、どっちが勝ってもおかしくない。そうですね、スッチーマンで安面ですけど、いや五分ですね。チーマン2枚スーマン1枚、はい、3枚ずつ3対3。どうなるか。どうなんですか。これはもうお互いに打つとかなり痛い、はい、うそうですね。決まりはしないですけど、ここにパーマン打つ牌がないとしても報酬はしないでしょう ね、 うね。チーマンは打つことはないですからね。打つと高い牌を打たないでしょうから、はい。ペさあどうなる。いや決着はまだ3枚いますよこれ。今積もり方がうまいですね。いやそうですね、見せますね、はい。どうだ、ワンピン。ここは今日最後の勝負どころかもしれません。勝負ですね。はい、大勝負どうなるか。ローソーいっぱいいっぱい。ここまでドキドキする局面、うん、なかなかないです。ないですね。まあこれ桜井が掴むようですとかなり痛いですからね。まあ積もればあと1局と、はい、もう倍積も条件ぐらいになりますかね。そうですね。しかしなかなか本当にスッチーマンもローマンも顔を見せない。どうだ、ほっと見せないですね。減らない。どちらも3枚ずつパーマン、まあ、となり、あと3回ですか。はい、桜井は2回。おここにスーマンが来る。ここは軍配が桜井に上がる。いや、よく押し切りましたね、はい、怖いですよ ね、 そうですね、うん、はい、リーチドラ1。2600は2900ですか、一本場でしたか。いやー本当に枚数は互角でどちらが勝ってもおかしくないところでしたが、うまく桜井が追いついておかけリーチ、そして前原から数万を打ち取るという結果となりました。さあこれでまだもちろん条件は残っていますが、かなり前原は苦しいオーラスとなりました。そうですね、羽満直撃3倍満積もですかね、倍積も届きませんね。そうですね、となるとまあ現実的には役満、羽満直も本当に考えづらいですからね、うん、そうですね。はい、オーラスとなりました。南雲局ドラはデアンピン、親は伊藤です。伊藤の手がいいですけど、そうですね、まあ、ただもうもう上がりに行く必要性がないですから ね、 ね、役満積もられても大丈夫ですからね、はい、実質もう最終局と言っていいですかね。一局勝負、はい、この手を前原は羽直か3倍満積もかなり厳しい条件、まあ大体数案項ですかね、うん、そうですね、面本トイトイ3案項みたいな感じが理想ですか。めっちゃいい手ですけど、めっちゃいい手ですけど、そうですね、はい、やはりあまり上がりに行かない方向ですよね。ジャンピン、前原が条件を作れるかどうかというところですけども、ちょっともうかなり厳しそうな手牌となっています、しかし本当に、まあ、このベスト16ビータク振り返ると、はい、まあ、前原の粘り強さっていうのはかなり光った局面多かったなという印象が残りますけども、そうですね、まあ伊藤の強さも光りましたが、そうですね、桜井も最後は勝負かけましたね。そうですね、まあ、最後はというかかなり
メンチンテンパイでね、はい、ドラのチーマン勝負した曲もありましたし、ありましたし、まあ、逃げ切れるか、うん、このまま逃げ切れるかなっていうような局面が何度かあったんですけど、まあ、そう簡単には逃がさないよというような前原の、そうですね、結構不運も前原にとってはありましたからね。ありましたね、はい、うん、まあ、あの、まあ、今回中部本部からの挑戦、はいはい、小野も、途中かなりいいシーンはたくさんありました。そうですね、最初、はい、面白い麻雀打つな、まあ、しっかり対応して、はい、まああれですね、前原の当たり牌を止めた曲もありましたし、はい、まあ、サブロッソでしたっけ、はい、3万を絞ってテンパイを入れて、単品三色にテンパイを入れて、はい、そこから我慢して、そうですね、三蔵あんこになって、よく、いや本当あれよく止まりますね。そうですね、うん、正直僕は止まらないですあれは。まあ止める、うん、まあ止めることが正しいわけではないんですけど、うん、はい、まあビタ止めはかっこよかったですよね。そうですね、うん、見せ場もありましたが、まあまた小野も、まあ、今回はもうほぼ敗退となってしまいますけども、またこれを経験を機に、次に生かしていってほしいという、まあそうですね、はい、もちろん本当にまだまだ若いですからね、27ですかね、きっと強くなってまた来年帰っていく、はい、まあ来年どころかまだ王位戦もありますし ね、 そうですね、今シーズンね、はい、まあ、自分でこの映像を見て何がどうだったのか考えてくれたらなと思いますけどね、はい、しかし伊藤は1回戦ラスでしたけど、張ってみるとこの余裕の、そうですね、まあ結局あの前原が打った3万が痛かったか、はい、前原にとっては3万の統一落としで、うーん、ありましたね、あの伊藤に単葉三色、はいはい、打ったのがそのまま響いたかな、そうです、ね、という感じでしたね。うん、それまで本当に伊藤苦しかったですからね、はい、まあ、もちろんそこから上がり続けたというか、それをキープし続けた伊藤はすごいんですけれども、はい、さあ残り積もは各社1回ずつとなっています。はい、次の積もが桜井、はい、これが敗定杯ですね。ここで順を切って、この、はい、長かったベスト 16B タグの対局すべて終了いたしました。最終戦は、伊藤のトップ、2着に桜井、3着に前原、4着に小野という着順で終了しています。そして、勝ち上がりを見事決めたのは1位通過が伊藤、うん、そして2位通過桜井と、この2名がベスト8に進出となります。おし、はいはい、では、今回はですね、あの放送時間の都合上、選手へのインタビューは、今回は、なしということになっています。申し訳ございません、お話を聞きたいところたくさんあったんですが、それはまた、別の形で、ということになりますか。はい、はい、どうですか、振り返って今日簡単に、簡単に、まあ本当にさっき全部喋っちゃったようなところもありますが、はい、まあ伊藤の本当にね、最初の苦しいところからの立て直し方はすごかったですね。はい、はい、そうですね、桜井の勝負どころでの勝負感というか、うん、粘り強さというか、それも光ってましたね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。